疲れ様です。主任まだいらしてたんですね。小川さん、ずいぶん遅くまで頑張るんですね。ええ、早く仕事に慣れようかと思いまして。それはいいんですが、今月まだ一本も取れてませんね。向いてないんじゃないですか、この仕事。すいません、得意先は回ってるんですけども。まあ、旦那さんが亡くなって1年も経たないうちになんだけど、小川さんまだ若いし魅力的なんだから、ちょっと硬すぎるんじゃないですか。他の成功レディーの皆さんは工夫して頑張ってるみたいですよ。時間外の接待とかいろいろと手はあるじゃないですか。はい、戻りました。すいません、お先に失礼します。主任に縛られちゃってたみたいだったから、よかったら僕がお得意様紹介しようかななんて。いや、結構です。いや、でもこのままじゃ帝同社研修会行きですよ。だから大丈夫ですって。鈴木さん。はい。最近身なり良くないんじゃないですか。え、フケも溜まってるし、陰気臭いし。それでは。